という、南アメリカから、ね、中央アメリカにかけて広い範囲で生息しているメガネカイマンというワニの仲間の一種です。特徴は下顎の黒い斑点、黒い斑点が結構目立つ、こちらパラグアイメガネカイマンの特徴になります。で、ワニの仲間というのはですね、大きく分けるとクロコダイルの仲間とアリゲーターの仲間、2つの仲間に分かります。でこちらパラグアイメガネカイマン、メガネカイマンの仲間はね、アリゲーターの仲間なんですけれども、アリゲーターの仲間というのは陸上での動きがちょっと鈍いです。それからそんなに気が荒くないということで、おやまだ食べる、気が荒くないということでね、こうやって中に入ってご飯をあげることができます。はい、でそれと反対にクロコダイルの仲間のワニというのは、今実は野毛山動物園に、クロコダイルの仲間というのはあちらのインドガビアルしかいないんですけれども、インドガビアルはクロコダイルの中でもね、ガビアルの仲間ということで、お魚を主に食べるワニなんで、陸上での動きも鈍いし、魚食べてるだけあってそんな気が荒くないんで中に入ってご飯あげられるんですが、それ以外のクロコダイルの仲間のワニ、例えばどんなのがいるかといいますと、お人食いワニで、有名なのがオーストラリアや東南アメリカ